よーし、メインクエストいきます。なんだ、レストランに入ると全メインジョブが完了する前、未完了のサイドジョブや依頼などのアクティビティを行えなくなる。やり残したことはないさ。俺はこれでいいんだ。行くよ。俺もう決めました、行くって。いきなりレディッククソやん。何もかも気に入らねえ。あの高飛車女を頼ってもろくなことにならねえぞ。少し落ち着けよ。落ち着けよ。中に入って話して出るだけだろう。どうして左上カンカンして。花子様がお待ちだ。貸し切りかよ。クソ。よかった。来てくれたのね。割れましたけど。なかったことにしようとしてる。本題に入ろう。まずはじめに説明が必要でしょうね。私がなぜ考えを変えてあなたに手を貸そうと思ったのか。信用していいかわからなかったんだろう。俺のことも頼信が父親を殺したって話も。なのに。分かってたのよ。初めから。え？それはどういうことだ。役員は全員分かってたの。毒殺されたなんて話、誰一人真に受ける者はいなかったわ。細部の辻褄が合わないもの。それならどうして知らない不良。理由は何だ。今日になって急に両親が痛み始めたか。父は聖人君子ではなかった。私もそこを美化するつもりはない。敵対する者が邪魔になれば容赦なく排除を命じたわ、うん、兄はそんな父が耐えられなかったのよ。でも父は望む結果のために何でもした。三郎荒坂が最も大切にしていたもの、それが何かわかる。権力、家族、荒坂家よ。私はその両親となるよう育てる。大外れ。一族の末長い安泰を守り、決して抗わない存在として。ほう。頼信は違う育てられ方をしたんだな。父に反旗を翻したとはいえ、兄も荒坂家の一人。私の家族よ。分かってもらえるとは思わない。ただ、兄と対立するのは私にとって辛いことだと知ってほしいの。なるほど。腐っても血縁者だ、うん、実の兄と争いたくなかったのは理解できる。だがどうして急に心変わりしたんだ。パレードの時、セキュリティプロトコル違反の警告が出た。そこで疑いが芽生えたの。あなたの隠れ家でその疑いはさらに強まった。襲撃部隊は救出ではなく殺そうとしてるのか。花子、頼信はあんたを亡き者にしようとした。父は正しかった。兄は家族のことをないがしろにしている。私は家族の両親となるよう育てられた。荒坂家は今、両親に耳を傾けなければいけない。両親ね。そのために正義をなすの。それで、ソウルキラーは持ってきた。引き金に指をかけて何も言うな。俺をバカだと思ってるのか。何をそんなに怯えてるんだ。ピリピリしてるようだが、どうかしたか。いいえ、ただあの AV もう3回も通り過ぎてる。誰かにつけられたとは。今気にしても仕方ないわ。ソウルキラーは持ってきた。持ってないです。持ってくるわけないだろう。まだ信用できるかわからないのに。警戒する気持ちはわかる。当然ね。でもその必要はないわ。あなたの命を救うためにここに来たのよ。あなたをみこしまで案内する。何？現実には存在しない場所だろう。そこへのアクセスポイントの一つがすぐ近くにあるの。なんだこれ。このナイトシティに荒坂タワーの地下よ。もううんざりだ。行くぞ。帰りたいのか。誰がそんなこと言った。なら邪魔するな。話を聞きたいんだ。ろくなことにならねえぞ。時間がないわ。座って。興味を引くのがうまいじゃないか。話を続けてくれ。兄にいきなりクソの匂いがプンプンしてきやがった。踏まないように気をつけろよ。自分の犯した過ちをその身できちんと償わせたいの。どうやら父親の仇を取りたいようだ。私は荒坂社に真実を知らしめたいだけよ。どうするつもりだ。頼信が。花子様、そろそろご自宅にお戻りいただいて。すぐに済むよ。頼信が間もなく役員会議を招集する。そこには各派閥の代表が出席するはずよ。父の死の真相を白日のもとにさらすにはこれ以上うってつけの場所は存在しないでしょう。あなたをこの会議に出席させる。そこで兄について証言しなさい。証言ね。さっきからそっちの話ばっかりだが。頼信の排除と引き換えに私もコンストラクトの排除に協力する。B、私はあまり長いできないのよ。怪しまれる前に帰らないと。荒坂の幹部連中の前で頼信を陥れる役目をしろっていうのか。そんなの死にに行くようなもんだろ。言われなくても分かってる。だからこそ万全の対策で臨むのよ。具体的にはじきに分かる。面白い話だった。少し考えさせてくれ。でも決断は急いで。パレード以来頼信は警戒してる。何かを勘ぐってるかもしれない。もういい、行こうぜ。大丈夫？ああ、ただ少し血が出てるわ。あなたに時間の余裕はないように。決断を急いで、なるべく早く。分かってる。まずいな。外の空気に当たれ。今すぐだ。うわー、マジで。何するんだ。いよいよ本番が迫ってきてる。なのにお前は立ってるのもおぼつかない。片や俺は準備万端。体も言うことを聞く。変われって言ってんのか。何が言いたいかわかるだろう。現実を見ろ。二次エンドトライジンを使ってハンドルをこの俺に譲れ。みこしまで俺が連れてってやる。どうやってだ。あの高飛車女の助けは借りない。それだけは確かだ。一人じゃ絶対に無理だ。ああ、その通りだ。だからローグを引き入れる。あいつの腕はまだ鈍っちゃいない。貸し回ることだしな。どうだか。半世紀前ならまだしも、今さらこんな危ない話に乗るか。説得してみせるさ。いいから俺たち二人に任しときゃいい。昔やったみたいに荒坂タワーにド派手な勝ち込みをかましてやる。そしてみこしにたどり着く。それしか方法はない。パナムは協力したがってた。いいか、お前とパナムがどういう仲なのかはよく分かってる。本当だ。でもな、だからこそやめといた方がいいんだ。絶対に彼女を巻き込むな。俺は一度同じ過ちを犯した。命の危険もあるんだ。巻き込んだ上毎日のことがあったら耐えられるのか。俺たちが頼れる最後の希望はアフターライフの女王、つまりローグだけだ。花子の提案も無視できない。誰の何だって。いい加減にしろ。あれだけ力があるんだ。一番確実かもしれない。ああ、死体になる確実な方法だな。クソコーポ女に惑わされやがって。この件は俺とローグで何とかする。昔みたいにな。調子に乗って何を企んでる。これは俺の体。つまり決めるのは俺だ。今回は違う。ああ、ジョニー。おい、見ろ。その様子じゃ。うわ。どうなっちゃうの？俺。ここはお前の思ってるとこじゃない。今はまだな。落ち着け B。ビクターか。動くなよ。あ、ビク。痛むだろう。意識が朦朧とした状態で来たもんだから、ベータハロペリドールを使ったんだ。だが感覚過敏があるってことは視神経は損傷してないようだな。俺はどうやってここに。よろめきながら自力できたんだよ。ミスティが腰を抜かすとこだった。それから診察台にいた患者を押しのけてだな。今すぐ自分を見るよう要求したってとこだ。俺のおかげだってちゃんと言ってやれよ。それは俺じゃないっていうか。分かってる。そこが心配なんだ。どれくらい深刻なんだ。そんなに悪いのか。もう言えねえレベルかよ。よし、これで少しはマシになったろ。ビク、ゆっくり体を起こしてみろ。やってみる。少し感覚が戻ってきたようだ。ゆっくりだ。歴史に残る医学の勝利だな。どうだ、体は起こせたぞ。でもその様子だと随分悪そうだな。いつまでこんなことを続けるつもりだ。こっちが聞きたい。見たところ長くは持たないぞ。次に発作が起きたらどっかの路地裏でのたれ死ぬのがオチだ。自分の手で解決したいならこれが最後のチャンスだ。分かったな。分かってる。何かいい案はないか。おいおい、何回同じことを言わせる気だ。全てはお前さん次第なんだよ。俺にも頭の中のそいつにも決められない。 B、 そこのテーブルを見ろ。あれがどうかしたのか。1回分の疑似エンドトライジン、ミスティからのプレゼントだ。頭の中の声に屈したいなら好きにしろ。薬で自分を眠らせ体を明け渡すんだ。そうでなければ自分のやり方で肩をつけるんだな。俺からのプレゼントとして遮断薬も用意した。あのテーブルまで自力で歩け。え、マジで選ぶのは誰でもないお前さんだ。聞いたろ、最後のチャンスだ。ハンドルを俺に譲れ。エンドトライジン、ローグ、あらさ方は通るべき道はそれしかねえ。黙ってろジョニー、俺が決めることだ。少し考えたい。脳みそをストレッチしたいってんならせめて外でやったら。やべえ。おい B、 声に出てるぞ。声、何のことだ。手遅れになる前に決断しろよ。ああ、分かった。どっちを選ぶにしてもお前が歩けなきゃ始まらねえ。ビク、あんたには感謝してもしきれない。力不足ですまない。さあ行け、もう店じまいだ。薬はやる。やるべきことをやれ。ありがとう。あんたも頑張れよ。幸運を祈る。うわ、来たな、ついに。いやー、もうこのゲーム45時間やってるからさ重みがちげえよ。B、さっき頭の声を聞いちゃったような。すまん、変なのを聞かせちゃったな。いいのよ、状況は分かってるから。辛いでしょうね、あなたたちどちらにとっても。もしここで決めたくなかったらいい場所がある。行こう。特別な場所なのか。前にジャッキーも連れてったの、すぐ近くよ。ジャッキーにもそんな場所が必要だったのか。いいから来て。どこ行くんだろう。上？大丈夫かい？彼もそういう暗い顔してた。ジャッキーのことか。もうダメだ、俺はおしまいだ。あいつらしくないセリフだな。ずっと昔の話。バレンティーノズに加わったことがお母さんにバレてね。一方にはお母さん、もう一方にはこわもてのギャングたち。どうしていいかわからない板挟み。ああ、辛かったんでしょうね。でも彼は決断を下す勇気を手に入れた。どうやって？私がここに連れてきた後にね。何ああ、やっぱり外の空気はうまい。見える？一人で考え事をしたいときはいつもここに来るの。そいつは名案だ。一旦腰を下ろして頭を整理しようぜ。Thank you, ミスティ。ありがとう、ミスティ。いい考えだ。それでジャッキーはここで何を決心したんだ？もちろんこの町の伝説になるんだって。忘れてたな、そういうこと。じゃあ一人にしてあげるね。ごゆっくり。さっきは本気でビビったぜ。世界あのまま死んじまうかと思った。俺はまだ生きてる。今んとこな。別れを言いたい奴がいたら今のうちに連絡しとけ。最悪の事態を考えとけってことか。そうじゃないが、どうことが運んだって危険な賭けだ。もしうまくいかなかったらとにかく連絡しとけ。話すんなら今しかない。幸い薬は逃げやしねえからな電話することと話す。頼むか。声を聞くだけだ。それだけで済めばいいがな。もしもし。パナム、俺だ。今何時だと思ってんの？すぐに済む。ちょっと声を聞きたかっただけだわざわざこんな時間にかけなくても。 B、 いいよ。何があったの？もう会えないかもしれない。行くか。もう会えないかもしれない。は？何言って。あっさ、勝手にしない。待て、そういうことじゃない。じゃあ何なの？これからやることがあるんだ。かなり危険だがやらないといけない。何をするの？それはここで話せることじゃない。なら言わなくていい。今どこ？町にいるの？ああ、分かった。じゃあどっかで待ってなよ、すぐ行く。そうじゃないんだ、もう時間がない。もしかして前に言ってたことと関係あるの？そうだ。じゃあ一つだけ言うからよく聞いていい？解けない問題はないの。ゆっくり深呼吸して、そのことをよーく考えて、それからまたかけ直してよ。私はいつでも待ってるから。でも話は終わり。パナムすごくね。さすがだな。口を挟む暇もなかった。マジでさすがだわ。いいじゃないか、余計なことを言わずに済んだ。連絡できてよかったな。俺にはそれができなかった。ここまでいろんなことがあったな。全ての始まりはあのクソったれなゴミ捨て場だった。その後殺されかけたけどな。まさにそれだ。今の俺は180度変わってお前を助けようとしてる。俺に任せてもいいし、パナムたちノーマンドを頼ってもいい。あいつらに何かあってもお前が耐えられるならな。あるいは荒坂との取引に乗るか。そうすればお前は魂を売ることになる。俺は荒坂の話にかけようと思ってんだけど、何が起こるかわかんねえけど自力で行けそうだしな。パナムに協力頼むはちょっとな。この選択肢だけはないのよ。でもね、ローグに任せんのもね、正直若干ありなんだよな。まあでも最終的にこれになるだろう。荒坂との取引にかけてみようと思う。何考えてんだ。たくどこまでも強情なやつだな。誰かさんの影響だ。本当にいいんだな。引き返すことはできないぞ。行こう。ああ、でも怒らないでくれよ。正直心底どうでもいい。きっとこの決断を後悔することになるぞ。気づいた時はもう遅い。俺は助けてやれない。これが最後かもしれない。だからこそジョニー、自分の目で終わりを見届けたいんだ。みこしの中で会おう。ジョニー、俺一人か。うわー、もしもし。決めた。あんたの話に乗る。ずいぶんかかったわね。その間に頼信が手を打ってきたわ。どういうことだ。ノースオークの彼の邸宅に招待されたの。それも長期滞在でね。監禁か。そう、彼の部下が私の安全を守ってるわ。まずい状況だな。どうする。先延ばしにはできない。力を貸して何としてもここを脱出しないと。今どこにいるの。ビクターってリパード区のとこだ。エソテリカっていう店の裏にある。じゃあそこに迎えをやるわ。邸宅まで送ってくれる。その後私と一緒に荒坂タワーにいる兄を訪ねるとしましょう。行こう。これでやるって決めたからな。やるしかねえぜ。ふぅ、もうセーブできねえのかな。全然セーブできねえな。ジョブとかどうなってんだ。どうにもならんか。ミスティ B、 あなたなの、それとも。ビクターの言う通り自分の手で型をつける。これからどうするの。迎えが来るなら入って一緒に待ちましょう。緊張してきたな。どうなっちゃうんだろう今日。ことだし、占いでもどう？じゃあ頼むよ。不確かな未来を嫌がって占いで確かめようとする人もいれば、何かが変わること自体を嫌う人もいる。でもそれも間違いよ。人だって刻一刻新たな自分に変化してるもの。恐れるべきは変化そのものではなく、何に変化するか。大切なのは道を見失わないこと。あなたとジョニーのために考案した特別なやり方よ。あなたの未来は彼の未来で、その逆も同じ。始めてくれ。聞いとくか、占い。まずはあなたからよ、B。愚者。幸先いいな。じゃあカードの意味を説明するね。愚者が象徴するのは旅の始まりや新しい何かの到来。好奇心が旺盛だけど愚かで無謀な面もある内なる子供。まるで初めて会った時のあなたね。魔術師。才能とカリスマ性を意味するカード。リーダーね。ジョニーみたいだな。でもこれは逆位置。その場合は依存傾向や精神の不安定さを表す。ああ、間違いないな。確実にジョニーだ。最後は未来を示すカードよ。悪魔。出た。いいカードはわざと抜いておいたんだろう。真面目に聞いて。逆位置の悪魔が表すのは服従、制御の喪失、攻撃性、邪悪、闘争。何をするにしても最悪じゃねえか。警告と捉えるべきね。で、ジョニーの方は月。悪い意味はなさそうだな。わからない。え？謎を意味するから。謎。お迎えが来たよね。ちょっとあれって荒坂のリムジン？そうだ。でも B、 ジャッキーを殺したやつらよ。あいつらと手を組むの？まだわからないんだな。ジャッキーが死んだのは俺たちがしくじったからだ。あとは全部ただの結果、自業自得だった。カードの通りね。あなたは変わった。それも悪い方向に。あらあらあらら。久しいな、B。竹村。随分とやつれたな。あんたは元気そうだな。俺と違ってうさんくさいところだ。そっちは元気そうだ。ようやくまともな暮らしに戻れたからな。もうこそこそ隠れ、まずい飯を食う必要もない。出発しよう。よくない感じですね。これは。あ？前に会った時に話したろ。頭の中のコンストラクトが君の意思決定に影響を与える可能性がある。しかもそのコンストラクトは荒坂タワーで2つの核弾頭を爆発させた男そのものだ。そして今君とそのコンストラクトが荒坂の人間に手を貸そうとしてる。一体何の話だ。何も聞いていないのか。おやおや、あいつの中にはジョニー・シルバーハンドがいる。知らぬはずがあるまい。テロリストの。ああ、今は眠らせてある。だがベータ遮断薬を使う前は荒坂と手を組むなどうるさいほど繰り返してた。こうやって疑いの眼差しを向けられるくらいなら、最初からジョニーに従ってればよかったかもな。いいだろう。車に乗れ。花子様がお待ちだ。頼むよ。今もう俺頼れんの竹村しかいなくね。私はまだ納得していないからな。なんだお前。グーで殴るぞ。グーで殴るかワイヤーで切るぞ。彼女はなぜ連絡してこない。花子様のことか。邸宅の通信が遮断されたのかもしれない。何か問題が起きたんだ。今は余計なことを考えずに運転に集中して。君の運転手になった覚えはない。こんなの聞いてないぞ。文句を言いたいのはあんただけじゃない。 B、 起きたか。いつの間にか眠ってたようだ。しっかり目を開けておけ。もうじきつく。どうなるんだおい。不安しかねえんだけど。竹村、信じていいよな俺お前のこと。準備しておけ。やめろ。騒ぎを起こしに来たわけじゃない。ああ、とにかく問題を起こしたくないならじっとしてろ。全員だぞ。何か問題でも。当面の間。うるせえ。さあ行こう。何のつもりだ。やるな。なかなか見事な手際だ。やっぱりダメだ。今度は何だ。この警備の中どうやってたどり着く。連中の思惑など我々には関係ない。その通り。お前は AV を回してくるんだ。退路を確保しておく必要がある。 B、 お前は俺と来い。私は今建物中央の寝室にいる。アンガス、あなたは AV を。でもまずは邸内の警備に対処しないと。竹村、 B、 やるべきことは分かるわね。ああ、対処する。私は通信システムを妨害して警備が応援を呼べないようにする。左側のルートで庭を抜けるとしよう。緊張するね。最後の抱擁。サイバーサイコシスいいっすか。こいつにあいつにサイバーサイコシスやばくね。用心して。外にあと5人警備がいる。それと左の奥にヌエラン1人。ほう、わー、すごいね。侵入に気づかれた。彼らを制圧して一人残らずね。はい、よ。俺もすぐそっちに向かう。強っ。まずいな。やるしかねえな。じゃあ集中しろ。やるしかねえか。待て。よし、危ね。あ、止まんねえあいつ。X に狙われているぞ。何、止まったか。オーケー、いいね。まあ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 、これありゃ負けることないでしょ。もう竹村も硬直よ。壁越しに打つ。これで終わりだから。おい、見事だ。俺は左だ。さあ来い。おい伸びてやがるあいつ。強すぎるマジで。精鋭部隊が何だって。精鋭部隊さんってもしかして壁抜けないんすか。笑っちゃうな。何が精鋭だよおい。壁も抜けねえやつが精鋭名乗ってんじゃねえよ。だよな竹村。本能に従うまま敵を撃ち殺していこうや。手を貸せ。こうやって進んでいくのが一番俺っぽい気もしてきたの。びっくりした。集中しろ。お前が集中しろ。何がブエー。はい、よし大丈夫。頼信の手下はもういない。待ってるわ。ケルマ、こっちはすな。いい、お前は花子様のもとへ行け。我々もすぐに行く。はいよ、間もなく到着する。そのままプールのそばに止めなさい。こうするしか方法がなかった。しっかりしろ。干渉に浸るのは後にしてくれ。心配しないで、私は冷静よ。使えないわ。戦争が始まったの。おっと、戦争って文字通りの意味ならさすがに勝ち目があるとは思えないが、それは一体どうしてかしら。単純に数の問題だ。あんたと俺、ゴローにヘルマンの4人しかいない。実質 3.5 人だ。織田も私たちの味方よ。向こうで合流する。織田が回復したのか。荒坂の医療をなめない。織田味方熱くない。とにかく荒坂全社とその軍隊が相手じゃ、どう考えても部が悪い。誰もが兄さんに従ってるわけじゃない。少なくとも今はまだね。本人もそれをよく分かってる。だからアダムスマッシャーのような犯罪者に頼らざるを得ないというわけ。なるほどね。何の気休めにもならない。結局数では劣勢だ。お父様は誰の力も借りず、一人で帝国を築き上げたわ。おーおーおー、久しぶりだねこれ。さあさあ、シャンペンでもいただきましょうか皆さん。不安そうだなヘルマン。どうなっちまうんだろうな俺ら。シャンペン飲まんのみんな。緊張してるなお前ら。飲むんかい気を紛らわせるためか。飲むにはまだ早いんじゃなくて。2杯目。まあよしとしましょうか。他に緊張をほぐす必要がある人はいらない。俺なら大丈夫だ。俺は飲まんけどなシャンパン。本当かしら。そうは見えないけど。何も問題はない。嘘をつけ。車の中で気を失ってたろ。疲れてただけだ。疲れてただけね。君の中枢神経系はもはやボロボロだ。正直まともに歩けている方がおかしい。偉そうな口を聞くな。なんならお前を歩けなくしてやる。いいね竹村。やめて。ほんとお前しか信じねえからな今。急ぎましょう。この4人に信じるお前だけでダブス竹村。頼信の件が片付いたらあなたに協力する。約束よ。頼むよ本当に。マジで頼むよ。大変だったんだよここまで。ただでもこの先未来悪魔なんだよね俺。どうなっちゃうんだろう。限界の表情やんお前。緊張してるね。竹村は竹村って感じだな。遅くないこの車竹村。これ飛行機現象。高すぎて遅く見えるやつ。高度が。いやでっかでかすぎだろ荒坂タワー。どこ降りんのこれ。準備はいいわね。ええ。マジでもう B ナイトシの伝説だろ。は重くそ貫通したけど大丈夫。バグに始まりバグに終わるか。行こう。ゆっくりとだ。ありがとうよ竹村。ありがとう。踏ん張れ。あともう少しだ。お前だけだよ信じてんの。本当に頼むよ竹村。どっから来たんだよ俺ら。あれか。竹村、戦力を集めて忠誠心のある全ての兵を招集するの。準備の上待機します。 B、 あなたは私と一緒にこっちよ。お、これが最後の機会かもしれない。出た、ここ。何の作戦を聞く機会だ。もしないと言ったら花子、はがらかすな。こう考えて、パレードの日のあなたと竹村にはそれなりの作戦があった。でもそれは一瞬で覆り、計画は水の泡。それでも私たちは今ここにいる。なぜかわかる。時に人は真実をまっすぐ見据える必要がある。あの時私はそうしたの。あなたのおかげよ。あなたはとても誠実な目をしていた。じゃあ役員たちもこの誠実な目で見つめてやればいいと。武器を携えてね。俺の目で魔法にかからなかったらもっと確実な方法を取る。そういうことだな。いいえ、連中も予想だにしない展開が待っているわ。どこへ行くんだ。ここは我が荒坂社の中でも最高機密に分類される場所なの。これってもしかして。来たことある。父のオフィス、東京本社にあるオフィスの精密なコピーよ。父は世界中の死者にこの部屋を作らせたの。小物を含め隅々まで再現されている。目を閉じていても仕事ができるくらいにね。父はそういう細部にこだわる人なのよ。だった。今なんて？サブローはもういない。象徴はそう簡単に消え去らないものよ。問題なのは各派閥が今も荒坂の理念に忠実かどうか、そして過ちを認める勇気があるかどうか。正直言って望み薄だな、俺の証言なんてへとも思わないだろうし、あんたの影響力もたかが知れてる。じきにわかるわ。来て。言うこと聞いてくれるわけないやろ。絶対頼信の方が信じられてるやろ。すげえ隠しエレベーターじゃん。なんか言えよお前。130、下に向かってる。みこしだ。言ったでしょ、みこしには荒坂タワーの地下からしかアクセスできない。役員会議に押し入る前にもう一つやることがあるの。え？たく、なぜ最初から全てを教えてくれないんだ。もともと全てを教えるつもりはないわ。用心深いから。てっきり信頼されてると思ってたが。もちろん信頼はしてるわ。だからあなたはここにいるのよ。でもさらわれた直後はまだ疑っていた。それで助言を求めたの。ここがみこし。父よ。は？おい。座ってて、少し時間をちょうだい。え、嘘やろ。これマジ？これ。いや、父が精巧なコピーを作ったのは。嘘やろ。え？サブロー荒坂ですか？え？嘘だよな。ヘルマン。お父様、この人よ。お前は我が社から盗みを働いた。嘘だろ。嘘だろ。さらには娘の誘拐に加担し、今度は息子を葬り去ろうとしている。荒坂に随分と恨みがあるようだな。くたばれじじい、シルバーハンドからの伝言だ。その通りだ、クソじじい。シルバーハンドがよろしくだとよ。かましてやったぜ。花子の言う通りだな。確かにただものではない。行きましょう。彼がバカなことをしでかす前に。準備はいいぞ、花子。始めろ。お父様。え？何を？済んだわ。行きましょう。何？早く行こう。はっ、ここに入ってんの？記憶痕跡じゃないのこれ、サブローの。ダメだ、今やめろ。やばい、ぶっ壊したいんだろ。あともう少しよ、B。持ちこたえられる？気分は最悪だが、耐えるしかない。ここが正念場よ。本当にこのエレベーターちゃんと登ってるんだね。今のところ。周囲で怪しい動きがあれば直ちに報告しろ。ジャングル。花子様。え？ジャングルじゃん。貴様。小田じゃん。久しぶりだな、小田。B は味方よ。殺さなかったからいるんだな、ここに。はい、花子様。だった。これだけ？いえ、残りはすでに配置につかせています。ここにいるのは特に忠実な者たちです。私に？それとも金に？そうですね。比率は2対8といったところ。金じゃん。いいわ。それなら問題ない。行きましょう。知ってたのか。何のことだ。サブローだよ。奴のコンストラクトと話した。何だと。知らなかった。死んだ時に備えて記憶痕跡のデジタルコピーを作ってたんだ。まさかサブロー様はそんなこと一度も。ボディーガードに教えたら仕事が雑になるとでも思ったんじゃないか。ありえん。気分はどうだ竹村。ナイトシティはいつだって俺たちを驚かせてくれる。言葉も出ないほどにな。もし彼らの説得に失敗したら我々は窮地に立たされる。そうなったら俺が連中に対処しろってことか。武器の用意はしておいて、それと指示するまで一言も喋らないように。たとえどんなことが起きても私を信じて。うわー、やば。こんなとこで役員会議すんの。荒坂って12000人が住んでる島よ。久しぶりやな、夜の部。会いたかったぞ。そこに移住させればいい。コストがかさっ。遅くなりました。申し訳ありません。花子、どうしてここに？我が兄はどこにいるのです？先に始めていろとのことだけど。なら始めましょう。まだいないんだ。何をです？頼信を荒坂社 CEO の座から引きずり下ろすのです。は、今なんと。何をしてるんです？花子様、ご説明ください。 B、 あなたはここに。私を一体何だと思って。ごちゃごちゃ言ってないで、さっさとどけ。一体何なんだ。失礼。すげえ。頼信は父を殺し、その死を口実に世界中で戦争を始めようとしている。あなたたちは皆そのことを知っていた。面白い。バカげてる。まったく証拠もなしにどうやって信じろと言うんですか。ここに目撃者がいます。すべて本当だ。一部始終をこの目で見た。何を見たんだね。頼信が三郎を絞め殺す瞬間を。まあすます面白くなってきた。紛れもない事実だ。裏切り者は黙っていろ。なかなか面白い話ね。だけどどうせ証拠はないんでしょう。今の証言で不十分だというなら父の言葉を聞いてもらうしかないようですね。何？見下げ果てた奴らめ。荒坂様、赤子のようにまんまと騙されたが日和見主義に走ったが、いずれにせよ彼にも役員である者たちがなんと情けない。こんなものに我々が騙されるとでも。トリックだろう。マヘッド、お前がミリテクとの全面戦争を憂慮していた時、私はこう言ったはずだ。お前には3つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。荒坂さん、見たところあれから何も変わっていないようだな。本物だ。おじい様、いかがいたしましょう。花子の指示に従え。花子の発する言葉は全て私の言葉同然だ。意義のある人は？何が起きてるの？どうやら納得していない人がいるようね。ロックダウンされてる。クソ、花子、これはお前の仕業だな。檻の中のネズミのようにここに閉じ込めて共食いでもさせようというのか。今のはこいつの他にもゴロツキどもを連れてきたんだな。何、やばいって。誰だあいつら。荒坂特殊部隊。よし、じゃあサイバー最高室を早速よっ。頑張ってくれよな精鋭部隊。いけ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 。ハハハハハ。あらよ。おい、敵じゃねえなおい。対処する気だ。殺しに来たの。味方の役員全員死んじまったよ。ここまでするとは思わなかった。私は戦力を集め、あなたのパワーを掌握した。あなたが兄を見つけました。エレベーターでアトリウム上部に行って、頼信がいるフロアに通じてるわ。花子様、ここは私が。任せたわ。でも傷つけないで。目的はあくまで拘束すること。私の兄であることに違いはない。髪の毛一本でも傷つけたら取引は解消よ。私がお守りする。始めなさい。行け竹村さん。建物全体よ。ご分をお祈りする。じゃあ熱いってお前ら。兄の部下が一人残らず降伏するまでに行こう。報告を待ってる。竹村ついてきてくれんだよな俺。メカだ。ありがとうよ。サイバー最高室最高。俺からは以上や。ゴミの多い町だ。行くな行くな行くな。まだもう少しでブリーチが終わる。よし行こう行こうぜ。戦ってくれよしっかり。いいね久しぶりのこの殴り合い。ステルスも何もないしばき合い最高だ。やばい、もうすぐ終わる、急ごう。あのロボットがまた手出してくる前に。竹村上半身大丈夫じゃあな。まああとは小田がなんとかしてくれるだろう。俺が間違っていた。よりの無名重役や自分の妹にまで手を出すとは信じられんな。奴は狡猾なだけじゃない、イカれている。あんたらみんなイカれてるよ。まさかみんなイカれてんだよ。よせ、言い争ってる場合じゃない。人は集めたぞ、あとは指示するのみだ。どうする、一斉攻撃を仕掛けるか。向こうも本気みたいだからな。やべ、静かに行けばよかった。ああ、その通りだ。いいね、最後ぐらい派手に行こうや。全員蹴散らしてやろうじゃないか。俺結構闇の選択肢選んだかんない。いいか、無駄な努力を。武器を構えろ、ためらわずに撃て。ちょっと待ってな、これきたー。なんかクラフトできないかな。今始めるって感じだと思うんだけど。ちょっと今更ですけど、あ、クラフトできないよ。そんなに甘くなかった。おい、全員ぶっ殺してやるよ。お決まりのサイバーサイコシススタート。撃て。ピン打ってあいつに打てばよかったな。おい、おお、ノリノリやん。弾よけになってくれてるね、あいつ。弾よけに。大丈夫か竹村。ほっほー、カイロショート最強やん。いすぎ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 。カイロショート待って、いすぎるわこれ。壁越しに打たんとこれやばい。いらんかったな、サイバーサイコス。いこや。足を止めるな、進め。おお、すげえ、久しぶりにパソコン見れるやん。貨物。おお、なんか素晴らしい装備のヒントな気がするけどな。クラフトできないってことは、これ弾。連中がエレベーターをすべて停止した。こちらですぐに制御室を奪い、どこまで持つか見ものだな。エレベーターに向かうな、急いで。エレベーターのせいで死ぬような恥ずかしい最後はごめんだぞ。本当だよ。陣形を崩すな。さてと、上から行くのかこれ。何この道、あ、階段か。まあでも688発、ピストル300発余裕だな。つえー、鍛えすぎて俺めっちゃ強えわ。話にならん、この程度の相手。やる気あんのかて。いた、やる気満々やんお前ら。おらおらおら、ここステルス無理じゃね。人いすぎでしょ。やべ、いや楽しい、めっちゃ撃つの。こういうの待ってたの。よし、めちゃめちゃ倒したぞ。あ、いざとなったら落ちてるやつ使えって感じなんだ。死体を恥ずかしめるな B。 これでさらに上か。ああ、いいよ。気づかれて早くやっちゃって。おい、レフト4デッドでしかこんな打ち方したことないよ。最高だ、力技マジで。ちょっと待って、ピストルの弾怪しくなってきたな。これちょっと、いや木村はあれだな、ショットガンとか使っとくか、無駄に。結構やるんじゃねえ、やるじゃねえかよこのショットガン結構やるじゃねえかよ。強くね、レミントンやこれ。やべえ、本当にな。よし、盛り上がってまいりましたが、装備を分解する時間です遮っていきますが、装備を分解する時間がやってまいりました。いつかは来る分解する時間、それが今来た、それだけです。完全に見た目荒坂の犬やけど大丈夫お前完全に荒坂の犬スタイルやけど大丈夫かな。危ね。ここら辺のね、下の方のやつ分解しとこう。上の方のやつもしかしたら使えるかもしれん、今やった感じ。いいよ。いいね。めっちゃ拾ったね、武器っていうか。敵いっぱい倒してるからかな。よし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 。ここら辺のね、ちょっと DPS 負けてる組のやつは。オーバーチュア、これもいらんな。猫またいらん。信玄いらん。おーい。ちょっとこの野脇置いときたいんだよね。とりあえずショットガン使うけど。アサルトライフル使うことになるかもしれんからさ。てか、めちゃめちゃ物資うまくね。拾わざるを得ないんだけど、この俺も。この俺が拾わざるを得ない。ロックダウンは解除された。警戒して。頼信の手下が配置についてるはずよ。あ、いいよ。制圧が完了したら私もそちらに合流する。CEO 行こう、社長室だ。2067年、荒坂社のボディーガードが日本国天皇を暗殺者から守りました。2071年、荒坂社警備部隊がアメリカ・サンフランシスコにおける大規模な暴動を未然に防ぎました。2074年、荒坂社の捜査によりリオデジャネイロのテロ組織が崩壊。一連のテロ攻撃に主力が撃たれ、犯人たちが処刑されました。危ない。来たネットランナー。あああんまりじゃないそれは。何もできんが。どっから、ここから。無理だなさすがに。ネットランナーだけは止めるよー。クソ強い。警備を固める。その先の大きな部屋に余裕だよ。が用意した精鋭部隊が配置されてるはずよ。獰猛な怪犬たちを取り揃えて油断するね。じゃあしつけてやらないとな。ドアはネットランナーに対処させる。先に進んで。めっちゃ倒したやん人。味方のネットランナーがやってくれたのかな。むっちゃ人倒したよね。行こう。止まるわけにはいかない。やるしかねえんだ今。何スマッシャー、こんなとこで会うとはな。やべえよこいつ。言われなくても分かってる。カエル衝撃か。まず毒にする。よし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 、効いてる効いてる。なんだこいつら。よし、おおやばいって。とりあえず毒にしろ。楽しそうだなおい。ターレットを止める。もう一発お見舞いしてやるか、カエルショート。豆鉄砲みたいなダメージですね、アダムスマッシャーさん。俺突っ込んだらあれだね、多分ローグ一緒に戦うんだろう。マジでやべえ。待ってくれ、俺だ。お見舞いしてやるよカエルショート。どうした？なんで浮いてんのお前。浮いてるよアダムスマッシャー、ハマった。おいお前ふざけんなよ、ハマんなよこんなとこでよ。おい情けねえ、最後だなお前。思い出させてやるよ俺が痛みを。おらースマッシャーともおさらばだな。どうだジョニー、スクラップにしてやったぞ。これで十分だろスマッシャー。二度と俺の前に姿を現すなよ。こんなやつに慈悲をかけるのか。やり直せばいいんだ、誰にだってその権利はある。うわぁ B めっちゃ大人なこと言うやん急に。あもうダメか。まだいれる、まだやれる。どこだよリノブ。もうすぐつく。こっちもよ、忘れないで。髪の毛一本傷つけてはダメよ。はいはい、 あんたのお楽しみは取っとく。俺は残ろう。竹村中に入ればきっと奴を殺してしまうからな。そうなれば花子様の協力を得られなくなるのだろう。お前のためだ、遠慮しよう。ありがとうゴロ。まさか本当にうまくいくとはな。ありがとな竹村。おいやめろよ、おじきしちゃってさ。B、蹴りをつけてくるんだ。行くか。このような結末を迎えようとは。お前は妹はどこだ。あんたが殺しかけた妹のことか。探し出して今度こそきっちりととどめを刺すつもりか。勘違いするな。巻き込むつもりはなかった。俺は守ろうとしたんだ。お前さえいなければあいつはうちで何事もなく過ごせたのに。花子はどこだ。すぐに来るはずだ。それまであんたが変な真似をしないよう見張らせてもらう。今さら俺が何をするというんだ。全て無に帰した。これはもういらないだろう。弾は残り1発。お前の分じゃない。見ろ、何が見える。敗北者。敗北者。バカめ、負けたのは俺じゃない。京都、ドバイ、パリ。何？忘れることができたのにもうかなわない。忘れるって何をだ。恐怖だね。馬鹿げてる。物心ついてからずっと俺は恐れていた。これだけは認めざるを得ない。あいつは人に恐怖を抱かせる術を心得ていた。三郎か。かつて教えられたよ。旗は風があるからこそはためく。風は恐怖だ。そして父は俺の顔に息を、恐怖を吹きかけた。あいつの思惑は外れたがな。だが他の奴らはまんまと恐怖に駆られた。今でもだ。見ただろう。死人の言葉にバカどもは震え上がっていた。哀れな。それを変えるはずだった。お前が邪魔をするまではな。あんたに何かを変えることなんかできない。あんたは父親と一緒。ただ権力に飢えてるだけだ。権力だとくだらん。権力など。半世紀前テロリストはこの建物を吹き飛ばした。それは知ってる。それで何か変わったか。いや、そうだろう。だが俺は学んだ。爆弾を仕掛けても足りないとしたら一体どうすればいい。自分が爆弾になるんだ。花子。兄さん。待っていたぞ。世界が崩れ去る時は必ずお前がそこにいる。やめて。人の前よ。助かったわ B。 これで終わりよ。いや、まだだ。心配しないで。約束は守る。あなたはヘルマンと行きなさい。あんたは。私はまだ兄に用がある。行こう。次は君のチップの件だ。こんなにさっくり直してもらっていいの。運命の女神は実に気まぐれだ。何の話だ。一生をかけて抗ってきたその相手に結果を恐れたりしない。まさか自分自身がなってしまうことはない。文字通りにな。疲れた。いいのよ、兄さん。もうおやすみなさい。どうなんの？マジで。ここは？ここはなんだ？みこし？ジョニー、やった、うまくいった。花子は約束を守ってくれたんだ。今のお前を見てると初めて会った時のことを思い出す。傭兵としてはまだ駆け出しで夢ばっか見てるちんけな小僧をな。お前ってやつはそこからちっとも変わっちゃいない。何言ってんだ。昔の俺だったらここまで来れなかった。きっとすぐ死んでたはずだ。俺は追い詰められて強くなったのさ。かもな。だが昔のお前は裏切り者でもなかった。待てよ、俺がお前を裏切ったっていうのか。それどころじゃねえ。お前は自分自身を裏切った。何が言いたいんだ。チップは俺たちの記憶を交わらせただけじゃない。 B とシルバーハンドを分け隔てる境界線は消え去った。それもずいぶん前になる。俺はここにいる。俺の意志は俺だけのものだ。俺じゃあその俺ってのは誰なんだ。ん？え？ね？え？始めたことをやり通して俺は勝者だ。過去の俺はもういない。前よりずっと強くなった。自分の命を勝ち取ったんだ。ああ、気持ちはわかるぜ。なんせそれは俺の気持ちだからな。知ったような口を聞くんじゃねえ。おっと、今のはいかにもシルバーハンドだな。お前は俺だ。そして俺はお前なんだよ。俺に何か言いたいのなら、それはお前自身が聞きたがってるってことだ。友達として別れたいの？険悪なままは嫌なんだ。友達として別れたい。そいつはもう無理かもな。俺は今手術台で頭を切り開かれてる。今まさに荒坂の医者がチップを取り出そうとしてるんだ。こうなることは分かってただろう。いつか俺が普通の人生を取り戻そうとするって。全て元通りに戻れるとでも思ってんのか。連中は俺たちの一部を切り取ってる。その穴は二度と埋めることはできねえんだよ。え？こうするしかなかったんだ。本当にそうか。自分の心に忠実であればよかっただけだろう。また荒坂にとらわれる心配をしてるのか。大丈夫だ。お前はちゃんと処分される。何も分かってねえな。これは荒坂の話でも生きるか死ぬかの話でもない。じゃあ何なんだジョニー、教えろよ。信念の問題だ。いつだってそうさ。体をクロームと入れ替えようが BD の幻想に逃げ込もうがこれだけは変わらない。そいつが何者なのかを決めるのは結局何を信じ何を守って生きてるかだ。迷った時にはそれが帰り道を示し、粉々に砕け散っても自分をつなぎ止めてくれる。それが伝説のロッカーボーイシルバーハンドの心情ってわけだ。ジョニーが B から学んだことさ。昔の B からな。これ以上話しても何もいいことはなさそうだ。じゃあなジョニー、今までありがとう。お前には命を救われた。何度もな。ジョニー。デクスに平穏な生涯と栄誉の死、どっちを選ぶか聞かれたよな。ああ、覚えてる。お前は選択を間違った。がっかりだよ。どうなっちゃったの俺。加えてあらゆる脳機能が停止したままです。今は神経インパルスをプロセッサにつないでいます。一時的な消失。草満教授、報告書はいつ提出できそう？今週中にお送りします。改めて成功おめでとう。それじゃあね。患者の部屋を用意して。音が紫に見える。なんだこれ。共感覚は一時的なものよ。脳内のシナプスを増やしたから。気持ち悪い。ここあれ、ジョニーは全記憶痕跡から抹消されたわ。苦しみは終わったのよ。つまり約束通り処分したの。よく思い出せない。俺はどうしてここに。完全に消え去った記憶もあるけど他のはじきに戻るわ。リラックスして。ただでさえ神経プロセッサが過負荷状態なの。不要なストレスは状態を悪化させるだけよ。俺は B でいいんだよな。俺は死んだ。二度も。全て問題ないわ。ああ。俺は誰なんだ。患者を連れて行ってちょうだい。メモを起動。進行状況並びに今後の予測は未だはっきりしない。使用の摘出には時間がかかった。記憶痕跡の手術はさらに大変だった。行きましょう。分解され再構築されたテセウスの船は果たして同じ船と言えるのだろうか。我々は精神的結合者の分離に世界で初めて成功した、まさにパイオニアである。すなわち人間の魂にさえもメスを入れることが可能になったのだ。メモを終了。は？宇宙？今日にても今日懐かしやホトトギス。楽にしてください。すぐにドクターが来ます。もう B だわ。よかった、別人になってるかと思った俺。寝るオデュッセイア、ホメロスのやつか。寝るか。よいしょ。こっちだ。は？ジョニー？早く来い。ジョニー？氏が息子の体を使って地域の復活を果たしたとのことです。三郎氏は以前に亡くなられていますが、亡くなる前に意識のコピーが作られていたことが明らかになりました。どうやら息子であり後継者である頼信荒坂氏の意識を上書きした模様です。この衝撃の事実は今日の会見で発表されました。ようこそ皆さん。祖父はよく枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私三郎荒坂は今息子の体を使い皆さんの前に立っています。私はかつて頼信に生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間頼信は会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これらは過ちでした。私の指揮のもと荒坂社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強い荒坂が帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。今日という日は語り継がれるでしょう。人類の夢がついにテクノロジーによって現実のものとなったのです。三郎様、誠におめでとう。嘘だ。準備をして検査を始めるわよ。もしかして今のがおはようの代わりか。今日はやるべき検査がいくつもあるの。協力してちょうだい。盗聴用検査を開始。キロシのスキャナーを使って文字を読んでみて。キロシのスキャナー。魂が己の生を選ぶ様は見ておくだけの価値のある光景であった。時に哀れであり、時に滑稽であり、時に素晴らしくも奇妙で。もういいわ。認知機能検査。パズルを解いて。は？うん、そのデバイスにリンクして。工事表現形成検査開始。患者の準備完了。工事表現形成。記憶痕跡手術はパーソナリティ障害を発症させるリスクが高いの。重要な検査なのよ。これは何をする機械なんだ？瞳孔反射を測定するの。この検査は結局何を調べるんだ？デバイスの調整を開始。キーワードを言っていくから、何も考えず思い浮かんだ最初の言葉を答えて。旅、自由、家、ジョニー、敵、荒坂、信念、ジョニー、裏切り、自分、何？あなたはトウモロコシ畑にいる。背の高い草場に囲まれて、目もくらむほど眩しい太陽の光を浴び、あなたはトウモロコシの茎をかき分け進んでいく。すると自動コンバインが通った後の開けた空間にたどり着く。これは何の検査なんだ？共感能力の測定よ。暑さであなたの口は乾き、ねばついている。足元にネズミの巣がある。生まれたばかりで目も開かない子ネズミたちが母親を取り囲んでいる。その体はコンバインによって2つに切り裂かれている。完全な左右対称に花輪の湯を横たわる子ネズミたち、よだれが出始める。俺はどこかおかしいのか。ゆっくりと地面に影が落ちる。今年初めて見る雨雲。よし、こんなところかしら。検査終了よ。どうだったんだ？じきにわかる。は？運動機能の検査よ。ランニングマシンに乗って。何なんだ？運動機能検査。デバイスに接続して。これで何がわかるんだ？歩いて。徐々にスピードを上げるのよ。これが何に？ああ、起きろ。ここから出るんだ。ジョニー。ジャッキー。あっ、ここからは N54 ニュース時事情談です。拓郎荒坂氏が息子頼信荒坂氏の体を使いよみがえったというニュースに、全世界が大きな衝撃を受けています。この復活劇に対し、多くの宗教指導者、人権擁護団体バーチュ100に名を連ねる企業の代表らが抗議文に署名を行いました。技術を手にした者が思い上がり、神をも恐れる所業に及ぶとは何たる虚栄し、人類のモラルは完全に崩れ去った。何度でも言います。三郎荒坂による権力の絶対的な掌握は国際法に明確に反しています。つまり国際仲裁が必要とされることは疑いようもないわけで、裕福な権力者が不老不死になれる世の中なんて、そんな世界を一体誰が望むんです。一方的な搾取が拡大するだけだ。これからは資産だけでなく体まで奪われ、不老不死払え、身を滅ぼせ、不老不死払え、身を滅ぼせ。しかし三郎荒坂氏は抗議活動に対して一歩も引かない姿勢を見せており、緊張は高まるばかりです。荒坂社内部の出来事に関して外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根、法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。うわ、見ての通り、このか準備をして検査を始めるわよ。これまでの検査結果はまだ出ないのか。ええ、まだよ。今日もいくつか検査を行うから。分かった。ならさっさと済ませよう。認知機能検査よ。パズルを解いて。いや、むずくね、ルビキュー。いや、お前その取り方ガキてめえ、おい。工事表現形成。検査開始。患者の準備完了。どうしてこんなパズルが解けないんだ。それを特定しようとしてるの。またか。もうやっただろ。正確なデータを取るためよ。さっさと始めてくれ。デバイスを調整。キーワードを聞いて最初に思い浮かんだ言葉を答えて。できるだけ早く考えずにだろ。病気、自分、反逆、思いつかない、自分自身、空虚、現在、孤独、未来。わからない。あなたはトウモロコシ畑にいる。目もくらむほど。すると暑さであなたの口は乾き、根はついている。足元にネズミの巣がある。生まれたばかりで目も赤。完全な。ゆっくりと地面に影が落ちる。今年初めて見る雨雲。よし、こんなところ。ランニングマシーンに。何なんだマジで。無限にやんのこれ。運動機能検査。パーソナルリンクを。前回の出来じゃ不満だったのか。ゆっくり歩いて。やってるか。アルファアルファやんお前。おもころチャンネルとかやってます？もしかして。いつまでやんだよ。動いてねえぞベルト、よく見たら。おい、あれ、え、無限にやんのこれ。もしもーし、もしもーし。もしもし、やめたいんですけど。ベルトが動いてなくて、え？マジでどうすんの？草間さん、これちょっと俺もう限界ですよ。動いてないんすわ、これ。草間さん？これガチでガチでバグってますよね、これ。草間さん、これロードできます？これ結構前のだよね。草間さん、ちょっと草間さんマジで草間さんマジで勘弁してもらっていいですか。これほんと俺にはどうしようもなくて。草間さん嘘だろおいこれガチのやつだこれガチのやつっすわいやいやいやお前あかんやろこのタイミングでそれはおいいやダメダメだろな。俺から言うの一言よ。ダメだろこれは。せっかくやったらここら辺から触れてみるか。ふっダメだわあ何なんだマジで。こうニューススキップできるよな多分。ここからは N54 ニュースジュリアン・ジョーダンです。サブロー・アラサカ氏が息子頼信アラサカ氏の体を使い蘇ったというニュースにちょっと運動のとこまで飛ばします。大きな衝撃を受けています。この復活劇に対し多くの宗教指導者スキップできるバーチュ100に直よいしょ準備をして検査を始め。うんざりしてきたよもううんざり面倒かもしわかっパズルを連打してみます。てかこれ解けないんだね B。 これガチで解けないんだわ多分。自分なんなのこれたまに「あっ」みたいななんなのたまに「あっ」みたいな。はい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 。今度ちゃんと走ってなマジでセーブできひんし。ったくよこれはよしセーブできたね今。よし運動機能はバグるんで運動機能検査パーソナルリンクを。はいはいはい。前回の敵じゃ不満だったのか。ゆっくり歩いて断るこんなの無意味だ。動作停止。うん今日の検査は以上。何なんだよ。通信の使用を許可するわ。連絡していいわよ地球に。本当に地球じゃねえのかよ。一番大切な人に連絡する。悪いけど今荷造り中で手が離せないの。聞いてないって人はまさしてもし B なら私から連絡する。あなたを許せる気分になったらね。ケリービクターちょっと久しぶりよ。元気でやってるのか B。チップを摘出できた。荒坂の手で。ああ今連中の機動ステーションにいる。なるほど戻ってきたら俺んとこに来な。徹底的に検査した方がいい。ミスティは元気か。お前さんが立った後里帰りしたよ。しばらく戻らないだろうな。ワルシャワから絵はがきが届いた。白熊の写真のやつだ。戻ったらよろしく伝えといてくれ。自分で伝えな。正直元気ではない。とは言っても電話越しじゃ俺にできることも限られるぞ。話がしたかっただけさ。おいおい、俺がそういうの苦手だって知ってるだろ。ミスティも街を出ちまったしな。俺はどうしたらいいんだ。落ち着いてやるべきことをやれ。お前さんならできるさ。そうだな。よかった、ちょっとビクターと話して落ち着いたわ。ありがとう。リバーにも連絡してみるか。もしもし。悪い、ちょっと後でいいか。いや、後じゃダメだ。大事な話がある。くそ、すまん、やっぱ無理だ。後でかけ直させてくれ。は？一応ケリーにもかけてみるか。一応な。ケリー。ロビー、悪いがリトルビッグコーポラッツのシーズン最終回が始まるところなんだ。また後でいいか。そうか、分かった。また今度。ああ、またな。花子は逆に花子荒さかつながるわけないか。じゃあパナム行くか。いいよ。この大バカ野郎。ん？なんだよ、どうしたんだ。しらばっくれないで。ビクターから全部聞いたから。今どこにいんの？おい、怒鳴らないでくれよ。ふざけんな。できるなら直接ぶん殴りたいところなのに。っていうか、そこどこなのよ。荒坂の軌道ステーションのどれかにいる。どれかなんてどうでもいい。また厄介なことになってるんでしょ。どうして助けを求めないの。仕方なかったんだ。もういい、これ以上怒らせないで。とにかく大目に合わされる前にさっさと地球に戻るのよ。また声が聞けてよかった。こっちもだよ、バカ。早く帰ってきな。パナム寝るか。どうなっちゃうの俺どうなっちゃうの。こんな実験体みたいな生活続けて。また寝るんだ。色味が戻らねえ。朝起きたら元の色戻ってねえかな。こう脳みそが治ってきてるわ、本当に。ん？すごい。これ元の色もしかして。ぽいな。今日はニュースなし。認知機能検査よ。パズルを解いて。解けるんじゃねこれ。すごい簡単に見えるんだけど今回は。解けた。数週間にわたり、荒坂、右手クルーサの間の緊張はかつてないほどまでに高まっていました。多くの評論家や専門家は両者間で武力衝突が起こる可能性を警告。最も緊張が高まったのは亡き父の後を継いだ頼信荒坂氏が父親殺害の背景には右手ク者がいたとして同社を糾弾した時でした。しかし事態は急転直下。三郎荒坂氏が代表の座に戻ったことで二大企業間の緊張も和らいだものと考えられます。継続は力なり、荒坂社の基本理念です。息子の頼信はこの言葉を忘れ焦って変化を求めすぎました。私が敵味方両者に解き続けてきた教訓、完璧なものを変える必要はない、これが真理なのです。以上となります。サブロー・アラサカ氏とロザリンド・マイヤーズ新合衆国大統領は恒久的平和の実現に向けて会談を行う。大統領が変わってる。2社間の協力体制の最初の一歩としてアラサカ社 CEO は今日赤足型武装車両15台をナイトシティから全面的に撤去。なあ、この検査だがまだやんなきゃいけないのか。正確なデータを取るためよ。もう耐えられない。怖いよ、またパッカンしたらどうすんだよ。認知機能検査。パズルを解いて。あっ、何繰り返しかよ。キーワードを聞いて何も考えず思い浮かんだ最初の言葉を答えて。忠実。もう限界だ。花子はアラサカと話をさせろ。キーワードを聞いて最初に思い浮かんだ言葉を答えて。何なんだ。早く考えずにな。人類。わからない。ランニングマシンに乗って。断る。もう無理だろ。毎日本当に同じことの繰り返しじゃん。できるだけ早く考えずに。 B。 やめろ。認知機能検査。パズルを解いて。もういい加減にしろ。これ以上付き合ってられるか。フラストレーションを爆発させる。かっこにやるか。もう限界だ。いや。いけ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 。そうか。まだいけるぞ。よし、これもいこう。一体何なんだよ。マジで何なの。ゴミ捨て場で見つけたあの時みたいなざまだな。え？起きろ。え？竹村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 ？なんであんたがいるんだ。竹村？竹村？竹村？お前と話をしに来た。竹村？ひどい場所だ。気がおかしくなるのも無理はない。わざわざ迎えに来てくれたのか。話をするよう頼まれた。三郎荒坂は頼信の体でよみがえった。ああ、正義がなされた。であんたは復讐を果たせて満足か。花子様は間違いなく最善の選択をされた。荒坂家ってのは絵に描いたような悲劇の一族だな。シェイクスピアの劇に出てきてもおかしくない。特に頼信は同情しているのか。父親の影から抜け出そうと必死だったのにその手にかかって死ぬなんて悪夢だろう。あれからどうしてだ。三郎の警護に戻ったのか。俺は日本へ移動になった。ここから高松へ飛ぶ。どうして。時代が変われば務めも変わる。だが俺の話はいい。何の話をしに来たんだ。残念だがいい話ではない。はっきり言おう。手術はうまくいかなかった。え？もって冬までの命だ。は？どうしてだ。荒坂の最高の人材が手術をしたんだろう。手術自体は成功したが、体がチップの影響を受けすぎていたんだ。世界屈指の神経外科医ですら手の施しようがないまでにな。嘘だ。荒坂の力があれば何だってできるはずだろう。真実を受け入れて俺の話を聞け。お前には選択肢がある。じゃああと数ヶ月で俺は死ぬんだな。初めは体調も回復したように感じるだろう。だがやがて症状は本格化していく。最後の数週間はベッドの上だ。そんな。気を沈めろ。お前に残されたもう一つの選択肢について話したい。なんだ。ふざけるなよ。こっちは一度あんたらを信じて裏切られてるんだぞ。魂の救済プログラムに参加するんだ。花子様もすでに同意されている。お前は記憶痕跡となって肉体を離れ、新しい体に意識を移す方法が見つかるまで神輿に保管される。保管？すぐ新しい体に移せないのか。残念ながら現在の技術では不可能だ。じゃあ三郎荒坂はどうして蘇ったんだ。自分の子供の体を使ったからだ。体組織の適合度が格段に違う。チップの影響でお前の遺伝子の表現型は変異した。適合する体を見つけることは現時点では不可能だ。せっかくだが荒坂のコレクションにされるのはごめんだ。あまり自分を買いかぶりすぎないことだ。荒坂社にとってお前にそんな価値など存在しない。これはお前の働きに報おうとする花子様のお心遣いだ。お前が勘ぐるような裏は何もない。お断りだ。そんな話に乗ったらそれこそ何をされるか分かったもんじゃない。契約書が安全を保証してくれる。サインすれば生きられるんだぞ。全ての権利を放棄するとあるが心配するな。法律が時代に追いついてないだけだ。記憶痕跡は法的に人とみなされない。俺は企業の所有物になるってことか。ブレインダンス界のスターや政治家も大勢この契約を結んでる。プログラムは好評で何の苦情も出ていない。断ったらどうなる？ここは刑務所じゃないんだ。荷物をまとめてナイトシティに帰ればいい。もし俺がお前の立場だったとしたらサインするが、選ぶのはお前だ。よく考えて決めろ。嘘だろ。うふははは。嘘だろ。おい。荒坂社は必ず約束を守る。代理人アンダース・ヘルマン購入者。アンダース・ヘルマンが荒坂社は必ず保管してくれるんだ。いやでもヘルマンだよ。帰ろうかな。いや俺もね、俺だったらサインするわ。いやーどうかな。ちょっと待って、サインしないかもしれない。いやもう知り合いも誰もいないもんな。決めたか。サインするか。死にたくない。賢明な判断だ。それがもう第一だったもんね。死にたくない。症状が悪化する前に急いだ方がいい。また会えるよな。ああ、きっとな。じゃあさよなら。いつか香川に来い。うまいものでも食わせてやるよ。あんた名前は？はじめです。はじめ、一つ聞かせてくれ。死にたくない一心で宿敵の監獄にまで来た人間になんて声をかける？そうですね。帰り道だけは忘れるなでしょうか。ええー、荒坂に魂を売る荒坂に魂を売ることになっても生きたいんだ俺は。急に三人称。こんだけ頑張ったのにひどくない？俺タロットカード集めてサイバーサイコ殺してうわかわいそすぎん？うわーおいやめろよおい。うわちょっとうわもう今になってそれはあかんでしょう。これが終わりかよおい。え？予備外から見る地球はどうだ？エンディングだ。噂通りの美しさか、それともやっぱりあれは嘘なのか。いいか、お前さんのインプラントのことだが、どれも宇宙での使用は想定されてない。もしエラーが出たら絶対に無視するなよ。ビクター。いいな。戻ったら、もし戻ってきたら一通り点検してやる。なんなら特別に割引してやってもいい。元気でな、B。おいやめてくれよ。どうなっちまったんだよ俺。おい。もしもし B。最近はみんなあんたの話をしてるよ。すっかり大物になっちゃってで、大物になると1ヶ月に一度の電話すらできなくなるの。初心を忘れちゃダメよ。昔を思い出すの。え？うちにはいつでもおいで。あんたの分のご飯くらいすぐに用意してあげる。自分の家だと思ってくれて構わないんだからね。相手部屋をビーやめてよ。ビー、元気？久しぶりね。まだナイトシティで高みを目指してるわけ？私はもう打ち抜けしたけど。とにかくあなたにはお礼を言いたくてありがとね。すべてを捨ててやっと自分がどれだけ塞ぎ込んだ毎日を過ごしてたかに気づいたの。ビー、もしできることならあなたもさっさと町から出た方がいい。そして一度出たら決して振り返らないことを信じて。きっと肩の荷が下りるから。まあ説教はこれぐらいにしとくかな。元気でねジュディ。もしもし B、 調子はどう？バッドランズは今日もクーラーボックスが溶けるほどいい天気。日陰でもクソ暑いし、パナマ頭おかしくなってそうだと思ったけど、意外と普通に喋る。あんたもいればよかったのにね。冗談はさておき、こっちはうまくやってるよ。仲間は増え続ける一方で仕事は山積み。たまにはゆっくり眠りたいって思うけど、何もかも思い通りにはならないもんね。そうでしょ、B。本当だよ。何にも思い通りにならなかったわ。都会に飽きたら連絡して。長いドライブに連れてってあげるからさ。都会っていうか今。元気でね、B。今、みこしの中にいますね。よ、B。いや、お前、関わりな。風の噂で聞いたぞ。ナイトシティでずいぶん派手にやってるみたいな。やってない。やってない。困ったことがあれば今後いつでも俺たちを頼ってくれ。いや何もやってないんですけど。B、お前はもう家族。アルデカルドスの一員だ。そいつを忘れるな。いつの間に？お前じゃなくてミッチーが電話かけてくれた方が。嘘だろお前。また会おう。何なんだお前。あ、ミッチー来たわ。ミッチーはまだわかる。B、どうだ？聞こえてるか？僕ができてるのか。ミッチェ。まあいい、安定だな。お前いつになったらキャンプに来るんだ？みんな待ってるぞ。バーベキューでもしながら酒を飲もうぜ。ああ、レースすんのもありだな。それかラフェン支部に挨拶しに行くのも悪くねえな。つくづく思うよ。バッドランズにはお前みたいなやつが必要だ。今どこで何をしてるか知らねえが、気が向いたら来いよ。いつでも歓迎する。じゃあ元気やな。ミッチー。ローグじゃん。ローグだ。あんたにボイスメールか。よし。B、ジョニーのやつに一つ伝言を頼みたいんだ。いや、ごめん消しちゃった。やっぱり二つだね。一つ目は。さっさとくたばれ、自分勝手な傲慢野郎。そして二つ目は、また会えてよかったって。どうもごめんなさい、本当に。それじゃ、二人とも元気でやるんだよ。ごめん、ジョニー消しちゃった。リバー。実はな、第五文書の連中が違法武器店を摘発した。何の話？ショットガンにスタンガン、マスタードガスとかいろいろだ。上には全部処分するよう言われたんだが、有効活用できる人間に渡した方が世のためになるんじゃないかと思ってな。お前が俺とランディのためにしてくれたことは忘れない。こういう装備は市民を守ってくれる人間にこそ提供すべきなんだ。礼はいらない。じゃあな。なんだったの今の。ミスティ。いい元気？軌道通信は高くつくから手短に言うわね。あなたのことを思い出してタロットで占ったんだけど、引いたのが愚者、月、女教皇。あらー、すべて悪いカードよ。新しい友人には気をつけてお願い。大失敗ってとこですかね。終わりかな。終わったわ。信じられない。わあ、もう歌始まったわ。どうなっちゃったの俺。本当に。俺どうなっちゃったんだよ。なにこれ。あんまりやろ。生き残りたい。生き残りたい。その一心で。何年後に目覚めるんですか僕の魂は。ちょっと早送りしますよ。この曲めっちゃ好き。この曲クソ好き。いやちょっと待って、俺どうなったの本当に。マジでかっこいいな。全部失っちゃったよ。なっげー。このゲームガチで何人がかりで作ったんだろうな。その各国の翻訳者とか含めてやばい人数関わってる。元取れたらしいけどすごいゲームだった。いやーちょっとなっげー。待て閉じる。おめでとうございます。サイバーパンク2077のメインストーリーをクリアしました。とはいえ、ナイトシアは目の前の街、できることはまだまだ伝えてます。オープンワールドの最終チェックポイントからゲームを再開することができます。インベントにはとっておきのアイテムも用意されてますよ。今すぐナイトシアに戻りますか？戻ります。は？待てや。待て待て待てマジで。おい。嘘だよな。は。目覚めた。特別な報酬って何もらったの？ズボンゴールデンミーンのアラミド縫製フォーマルスカートもらったんだけど、これマジ早速分解させていただきました。ちょえん入手順新アイテム荒坂製ソフトウェアサンデビスタン発動中、敵プレイヤーが検知するまでの時間が 70% アップ。おおスキルチップあれ消えちゃった消えちゃった。ちょ新アイテムだって。新アイテムあれ新アイテムあれん終わりみたいですね。信じられないけど眠らない街ナイトシーに戻ってきました。皆さん対戦よろしくお願いします。おいおいガキどうもお前ら何間抜けな顔してんだよな。どうも俺頑張ったんだけどさ、この結果についてどうも何やってもつまんない。それなんだよね。どうも人をにらみつけるなんてどうも変わったもん吸ってるね。どうも私に何か用ないです。え終わり時間がないあんまりだこんなの車にひかれた。おい追われるわけねえだろ。サイバーパンク2077続行だ。行くぞ。全てを取り戻す。俺はやめねえよ。やれることやります。ではまた次回。お疲れ様でした。